その昔、ガロメア王国にザロックという名の魔術師がいた。傲慢にして冷酷なこの魔術師は、素朴で平和な暮らしを営む王国の民を憎み、恐ろしい悪魔の軍を従えてガロメアの地を奪おうとしたのだ。王に仕える騎士ダニエル・フォーテスク教は民兵を率い、この邪悪なる軍勢と戦った。この活躍は今も歌に歌われるほどで、彼は敵の大軍に飛び込むと悪魔どもを次々となぎ倒し、最後に魔術師を討ち取った後、自らも力尽きたという。かくしてフォーテスク卿はガロメア王国の勇者として名を残し、100年の平和な時が過ぎた。しかしザロックは生きていたのだ。
蘇ったかフォーテスク。戦いの一矢で倒れしガロメアの勇者よ。ガロメアに再び戦運が垂れ込め、王国は救世主を必要としている。ガロメアの真の勇者としてその運命を全うするのだ。これは神が与えたチャンスなのだ。再び戦いの地でそなたの実力を存分に発揮し戦えることを心から祈っておるぞ。そなたは100年も眠ったままだった。体がなまっているはずだ。この納骨堂で今の体になれるといい。見つけた財宝は金貨となって画面右上に表示される。その金貨で強欲なガーゴイルの商人たちからアイテムを買うことができる。ガロメアの各地でライフボトルが見つかる。そなたを呼び覚ましたのと同じ魔力を秘めているので死からもう一度復活できるぞ。体力が低い時に使えば少し回復できる。可能な時に補給しておくといい。コントローラーの特殊攻撃ボタンを 1,2 秒長押ししてから離すとパワーアタックを放てる。
ガロメアの地を旅する中で様々なアイテムが見つかるだろう。